はい、トゥインクルコーポレーション所属の、振付師パーツ芝ですと。今日の、アトリエから撮ってるんですけど、僕のこっちはね、デスク側の方向です。はい、ここでね、机で PC で作業してるんですけど、反対側は、服があったり本があったりとか、いつも撮影している側でございます。はい、今日はちょっと気分を変えて、机に座ってお話をね、しようと思います。そうだね。まずは今日は足立区のね、区役所に、行ってきました。はい、で、足立障害者アート展のふれあいステージの、フィナーレの、演出リハーサルでございます。僕たちの、フィナーレ、パーティー芝の登場の前は、スマイルメイツさんというね、団体、さんが歌と踊りをこう披露するんですけれども、で、それが終わって、スペシャルゲストの登場です。で、僕が登壇します。はい、PMC のメンバーがね、来てくれますよ。12345678、僕含めて7名ですね。で、登壇して、で、僕がご挨拶をして、で、パーツ芝の楽曲で、みんなで踊ろうと、そういった企画です。で、足立区のね、福祉のね、福祉課の方々が来て、リハーサルを見つつ、参加もしてもらって、行いましたけれども、淡々と進み、良かったかなと思ってます。で、今回、菅原さんというね、もう15年ぐらいの付き合いをさせていただいてる区の職員さんがいまして、で、その方が、いろいろとこうね、進めてくれてます。ありがとうございます。11月の30日土曜日が、本番なんですけれども、非常にね、盛り上がるでしょう。楽しみです。一般公開もされてますので、11月の30日、はね、ぜひ、見に来てくれると嬉しいですね。はい、フィナーレ、ふれあいステージのフィナーレ、足立区役所の中に劇場がありますから、ホールが。で、13時にはね、フィナーレがありますので、その付近、12時半ぐらいから来てくれるとね、嬉しいですしね。あとはそのロビーとか、あとは、区役所のもう入り口、エントランスかな、でも多分いろいろとこう、障害者さんの作った作品とかね、展示されてますのでね、それを見て楽しんで、で、劇場の方にもね、来てくれると嬉しいなというふうに思っておりますのでね、楽しんでいただけたらと思います。はい、コーヒーを飲んでます。チョコレートとコーヒーは合うね。で、甘い。
甘いチョコとブラックコーヒー最高。なんかちょっと歌ったんだけど今日リハーサルで、でもやっぱり喉がちょっと本調子じゃなくて、ね、ちょっと若干体調壊し気味なんてお話しましたけど、薬を飲んで、まあ、熱は全然なかったんで、まあ、喉とくしゃみ鼻水喉に効くコンタックを買って飲みました、うん、まあ、きっと良くなると思います、はい。まあ、リハーサル今日は菊池誠くん、織部真知子さん、僕3人で、してきました、うん、その後、真知子さんが、まあ、ざっくりと今日のことを PMC のグループ LINE に書いてくれて、はい、僕は映像を一応リハーサルの映像を撮ったつもりでいたんですけど撮れてなかった。たまにあります、はい、残念。まあでも内容はねいつものライブと一緒なんで、メンバーも大丈夫かなと思います。そうそう、今日のなんかヤフーニュースかな、なんかのニュースを見たんですけど、桜庭菜々美さん、女優さんね、が、事務所を退所して、まあ、円満退所ということで、で、宮内ひとみという、名前になって新しく、個人事務所立ち上げて活動するということでございまして、おめでとうございます。桜庭菜々美さんとはお会いしたことあります、はい、お仕事一緒にさせていただきました。もうかれこれ12年前ぐらいかな、そのぐらいです。私当時はほこたてという番組で大忙しで、まあロケ行ってフジテレビ戻って、フジテレビの中で泊まったこともあるな。まあもうフジテレビとロケのもう繰り返しだったんですけど、まあそんな時に桜庭菜々美さんと、松山メアリーさんが、ゲストの時がありまして、でその収録をした日、スタジオ収録で僕はもうその回の収録でみんな見てるわけで、もう前に撮ってるやつなんで、もう新たなこう動きをしてて、あれその時はおこたてじゃない番組で来てたのかな、でフジテレビの中の、楽屋で、まあ、いてね、で、まあ、ちょっと用があって廊下に出て歩いたら松山さんがと、桜庭さんが菜々美さんがちょうどいて、でまさに今そのパーツ石破の、まあ、その時パフォーマーパーツか、パフォーマーパーツの回のほこたてをスタジオ収録したばっか、終わった後に出てきて、で僕も歩いてて、もうすごいびっくりさせてしてて、あパーツさんだってなって、でマネージャーさんもいて、で桜庭菜々美さんがパーツさん写真撮りたいですって言ってくれて、で僕も嬉しいんで、ぜひぜひ。で、まあ、撮った写真が
こちらです。じゃん、懐かしいですね。ね、桜庭さん、松山さん、パーツ石場で、すごい帽子かぶってますね。はい、これね、こんな写真をね撮りましたけれども、まあ、そんな桜庭菜々美さんがね、宮内ひとみさんという、新しい芸名になって、これからも活動するということで、応援しております。ね、素晴らしい、もう女優さんとして素晴らしいね、あの方ですので、まあ、またあのどこかで僕もお仕事できたら嬉しいななんて思っております。はい、まあそんな感じで今日はですね、お話をしました。2024年11月の12日火曜日です。チャンネル登録ありがとうございます。少しずつ増えてます。1413人かな。何か投稿するとね、少し増えますので本当嬉しいです。ぜひこの動画見た後もどうぞチャンネル登録よろしくお願いします。1500人に向けて頑張ります。はい、というわけで、振付師の日常どうでしょうか。パーツ石は公式チャンネルもいいですけど、パーツ石はじゃない、振付師の日常で、まあ、僕のね暮らしの中での、仕事ももちろんが中心になりますけど、まあ、こんな感じいろいろお話ししていきたいなと思ってますのでよろしくお願いします。パーツ石はもう今ファンが熱いです。僕も頑張る。